宋の一宋は中国大陸に青州から春秋時代にわたって存在した小国である。国政は姫、国とは東急、創始者は州の武王の弟の宗宿ぶりたく。紀元前637年、進むの講子である長寺が亡命の旅の途中に宋を訪れた。時の君主智子は長寺の変胸を覗こうとして進化の治む吹きに収められた。 あとに、紀元前632年、文皇が攻撃し、教皇を捕虜とした時には、おさむフキ一族の住居は、無事だった。また、同性の国を滅ぼすようでは、覇者となれないとの忠告もあり、教皇をうに帰国させた。最後の君主宗白費の時代、紀元前499年に、ある人が土地の神によって、宗国の滅亡を相談している夢を見た。 夢の中では、子祖の総縮ぶりたくが滅亡は、高尊強氏が現れてからにしてほしいと神たちに頼んだので、その時は事なきを得た。後に、実際に、高尊強氏という人物が、蒼白うに気に入られ、政治の実験を取ることで世に出るようになった。高尊強氏の勧めで進むとの命に背き、創を攻撃した。その翌年の紀元前487年に、 そうによって滅ぼされた。創宿ぶり、宅大白日中君ん大羅宮白公、紅白雲エビス白期期限、全865年、期限前835年在位30年有白、強し期限前835年期限前826年、在位9年、 大白素紀元前826年紀元前796年在位30年、恵ぐみ白記事紀元前796年紀元前760年在位36年総君、石始め石始,始め紀元前760年在位1年、木工部紀元前760年紀元前757 75年在位3年、 観光修正期限前757年期限前702年在位55年、商工者修止め期限前702年期限前671年在位31年、おさむこうえびすき限前670年期限前,前662年、在位8年、商工藩期限前662年期限前653年、在位9年とも、 工場紀元前653年紀元前618年在位35年、文工小寿紀元前618年紀元前595年在位23年戦、高津吉紀元前595年紀元前578年在位17年成功、不数紀元前578年紀元前555年在位23年、 武功マッサル期元前555年期限前528年在位27年、平行四期限前528年期限前524年、在位4年、痛み子馬期元前524年、期限前515年在位9年、成功也期限前515年、期限前510年在位5年、陰高通期限前510年、期限前506年在位4年、 安子高路紀元前506年紀元前502年在位4年総白用用紀元前5 0 2年紀元前487年在位15年ありがとうございます